活動を心待ちにされていた皆さんには大変残念な結果となり、本当に申し訳なく思っております。おととい臨時会見で都市ボランティアに陳謝した内堀知事。今月21日から始まる福島市での野球とソフトボールについて、内堀知事は8日の決定を覆し、無観客とする方針を決めました。その理由について、県内の新型コロナウイルスの感染状況の悪化とともに強調したのが、他の自治体の対応です。北海道は無観客での対応となり、1都3県以外の競技会場を全体として有観客とする前提が大きく変わりました。そして子どもたちを招待する学校連携チケットについても中止を表明しました。福島県の復興が進んでいるということを見ていただくようで、このような機会だと思っておりますので、福島の皆さんとともにですね、復興五輪の開幕を、そして、復興が進んでいる福島の姿を世界に発信をしたいと。政権がことあるごとに強調してきた復興五輪。無観客の開催が決まったことで、オリンピックを契機に多くの人が県内を訪れ、福島の現状を知る機会は失われつつあります。こういった形になりまして、やはり復興五輪の手立てとしてですね、こう発信する機会は相当失われてしまいましたので、なかなか我々が思い描いていたような復興五輪の国内外への発信というものは難しい部分がございます。復興五輪について内堀知事は今日このように話した上で、選手村での農産物などを通して県内の状況を知ることも復興五輪の一つの形との認識を示しました。混乱のうちに決まった声援なき開幕と霞む復興五輪の理念、最初のソフトボール競技まであと9日です。それではこれまでの経緯を振り返ります。県政担当の木田記者です。はい、8日夜の有観客の方針の表明から無観客を表明するまでおよそ42時間、まさに急転直下の方針転換だったわけですが、何があったのか経緯を見ていきます。で、8日の会見の際、知事はこんなことを強調していました。1都3県以外の会場での統一的な対応です。しかし9日に北海道が無観客を決定します。で、知事このことについておとといの会見で触れていまして、先ほどの VTR でもありましたが、前提が大きく変わったというふうに説明しています。またある県の関係者はですね、北海道が大きかった、引きずられたというふうに話しています。で、県にはこの間苦情も数十件寄せられたということです。で、そしておとといに入って内堀知事は無観客の検討を指示します。そしてそのまま午前中に組織委員会に要請をします。で、これが午後に了承され、夕方に表明したというふうな流れになっています。はい、木田さん、これ無観客になったことで運営上の影響というのはあるんでしょうか。はい、少なからず出ていると思います。で、まず都市ボランティア、これ中心になりました。で、そして観客を輸送するシャトルバス、この運行が大きく変わるというふうに話しています。そして警備にあたる警察ですね、規模や人数の縮小は検討中というふうにしているんですが、やはり車の運行状況、これが変わってしまうので交通規制には影響があるかもしれないというふうに話しています。